長竜寺は岐阜県郡上市にある天台宗の寺院。本尊は釈迦如来。この寺は養老二年直命により、大長が法生宗の寺院として創建したと伝えられ、天朝五年天台宗に改められたという。古くから白山信仰と深い関わりがあり、郡上軍一円に大きな宗教的勢力として君臨していた。最盛期の鎌倉時代には六国六院。 神社三十余りと三百六十防王が存在したと言われる。法徳二年には、比叡山延暦寺斎藤院南を一切、共造院の末寺となる。戦国時代になると、浄土新宗の勢力が愚上に浸透し、防院の多くが浄土新宗本願寺派に改修したほか、朝倉氏が愚上に侵攻した際に略奪を受けて、勢力を失った。 江戸時代にも郡上藩主の井上氏に事領を没収され、浜松二大坊により白山豪王の白宮権を失い、白山別当職を越前平泉寺に奪われて衰退する。文政八年、老朽化した大行道の再建がなった。大行道は間口十八軒、奥行き十四間と巨大で、郡上に過ぎたは長滝行道と謳われていた。潮流寺は、 明治初年の神仏分離により、白山神社と潮流寺に分けられた。1899年火災により、道儀を消失して、宝物の一部を失った。現在の道儀はその後に縮小して再建されたもので、ある。現在、アメイン、競技規模及び、報道棒の三つの棒印が残っている。重要文化財岐阜県指定重要文化財事号の潮流とは、 白山中宮のとして創建した隊長が、夢の中で女神から冷戦があるとのお告げを受け、山中に入り見つけた滝に由来している。白山の身の馬場であり、白山全城道の三馬場の一つ。ありがとうございます。